どうも、京介です。あ、やべえ、袋から開けるよっていうとこから撮りたかったのに開けちゃった。日向坂を知るきっかけになった斉藤京子、もうただで見る。おはようございます。おーい、それはやばい。それそれはやばいな。やべえってよ、お前。それはかわいすぎるだろ。あらあら、こらあらだわ。斉藤さん、かわいすぎるだろ、お前。なあ、ふざけるなよ、本当に。おい、鼻かゆくなってきた。いや、お前すごいって。それはさすがにやばいよ。おい、京子さん、わ、ちっけ。すごいドアップだ。すごいドアップだよ、これ。まさしくデート感だよ、これは。一緒に飯食いてえな。めっちゃうまそうじゃん、このオムライス。やば。あ、めっちゃいいオムライスだ。これはいいオムライスだと。いいな。水族館に行って、え、これ美味しそうとか言って、バカ、そんな、水族館で絶対言ったらいかんぞ、お前、それ。みたいな、ボケとツッコミをしたいですね。すげえ、なんだここ。すごいな。普通にすごいとこだ。すげえ。やめとけ。それ以上可愛くするな。やめろ。びっくりする、俺の心臓が持たんわ。いや、そう。びっくりした。そりゃダメだって。もう、それはそうなっちゃうじゃん。ダメだよ、バカ。バカ。すごいいいデートだったよ。いや、まあ、今もいいんだけど。はぁ。心してみよう。やめろ、それ以上俺に微笑むな。おいって、お前、おいって、ちょっとそういうの。おいおいって、お前、そういうのマジですごいね、君。それはありがとうございました。もうこれ心臓持たんよ。キッチン